横浜市 A バス、浅間町営業所は、横浜市西区千原町4丁目340の1に所在する、横浜市交通局自動車部の営業所の一つ。最寄り駅は、相鉄線西横浜駅、平沼橋駅、最寄りバス停留所は、浅間町車庫前。主な管轄エリアは、西区、神奈川区、中区である。1928年の横浜市 A バス。 運行開始に伴い開設された最初の営業所である。1937年に鶴見車庫が開設されるまでは戦前の市営バス路線を一手に引き受けていた。営業所敷地内に東京ガス、横浜浅間町天然ガススタンドが置かれており、一部の車両は CNG 車となっている。また、横浜市西スポーツセンターが隣接しており、事務所は スポーツセンターの建物の一部を使用している。本木営業所と共管。横浜駅、桜木町駅と新山下、本木不登地区を結ぶ路線。馬車道駅前、山下橋間では8系統などとは異なり、山下公園前を経由して運行される。メインは横浜駅港湾カレッジ前であるが、一部に海釣り桟橋発着、横浜港。 シンボルタワーが営業している。時間帯は、横浜港、シンボルタワー発着便が運行されている。また、わずかながら、本目車庫発着の便が運行されている。2004年1月までは、土休日のみ、山下公園付近の渋滞を避けるために、中華街入り口経由で運行を行っていたが、同年2月1日の港未来線開業のため、 全日山下公園前経由で運行されるようになった。なお、現在でも山下公園付近で行われるイベントやマラソン等で中華街入り口経由に経路が変更されることがある。2006年8月31日、利用客減少を理由にディート定入り口から海釣り桟橋横浜港シンボルタワーの区間退出以降が 神奈川県生活交通確保対策地域協議会に提出された。その後、横浜市生活交通バス路線一制度対象路線となるが、現事業者が運行を継続する方が有利な路線として、運行事業者を公募せず、2007年以降も引き続き、市営バスが運行している。2017年3月25日ダイヤ改正により、本牧市民公園経由便が廃止され、 平日朝の横浜駅方面の26系統が休行便か。休行便は347系統として運行を開始した。休行は桜木町駅前横浜駅改札口前館を休行運転する。2019年10月1日のダイヤ開始により、港湾カレッジ前本目特発着が新設された。347系統を26系統に解消した。 また、港湾カレッジ前発着が主体となる、ダイヤ改正を実施した。これにより、港湾カレッジ前引く、海釣り桟橋横浜港、シンボルタワー間では大幅に減便となった。2019年11月5日のダイヤ改正では、港湾カレッジ前引く、海釣り桟橋横浜港、シンボルタワー間の運行を休止。これまで、海釣り桟橋行き、横浜港、 シンボルタワー行きで運行されていた便も、港湾カレッジ止まりになった。2020年3月14日より、海釣り桟橋、シンボルタワー発着の運行が再開されることとなった。通称、沢渡り循環で、ほどがや営業所も担当に加わっている。横浜駅から出る循環路線としては、最短で、グラウンド入り口泉町に一方通行区間や、 道幅が狭い区間が存在するが、利用客が多いことから、大型車が重当される。2006年9月1日、緑嵐高校沢渡りに、沢渡り三沢地域ケアプラザ停留所が新設された。2020年5月2日の横浜市立市民病院の移転に伴うダイヤ改正で、平日日中に限り市民病院への乗り入れを開始した。両系統とも、 栗田屋巡環を名乗るが、35系統は、横浜駅西口の乗り場には、三沢巡環と表示されている。メインは、横浜駅神田寺入口の区間便で、大半を、浅間町が担当するが、一部便は、ほどがやが担当している。かつては、横浜駅西口東横曽里町駅前松本、神田寺入口浅間下峰小学校。 小戸谷車庫間で50系統の深夜バスである362系統が運行されていたが、深夜バスに関しては、浅間町営業所は担当しておらず、小戸谷営業所が担当していた。2013年度カキダイヤにおいて、平日の35系統循環便を松本横浜駅西口間にて、急行運転を行う実証実験が行われ、2014年3月29日からは、 実証実験の結果をもとに、35系統間内尻口松本横浜駅、西口便の一部を休行として、運行を開始した。346系統のルートの休行区間は35系統と異なり東横反町駅を経由せず、泉町方面を通り、横浜駅西口へ向かう。終日に渡たり一部便のみ担当。緑営業所が中心に担当している。 平日朝に運行される急行便及び深夜バスは、浅間町は担当せず、緑が担当している。詳しくは、緑営業所36系統の項を参照されたい。横浜駅西口から発着する、循環線。通称、八反橋循環で、83系統、浜市と東泉寺まで並走するため、共通定期取扱い路線でもある。 午前は、天根屋先回り、午後は、東泉寺前先回りである。終車と、終車一本前は、東泉寺を経由して八反り橋止まりとなる。かつて総鉄バスの朝日さんとして運行されていた路線で、総鉄が撤退するのに伴い、2003年より、横浜市営が代わりに、同区間を受け持つようになった。遺憾の際に、 自動遊園地の折り返し所が閉鎖されたため、平和台折り返し場まで延伸された。横浜駅西口発着便は、第二バスターミナルより発着する。平日日中の一部便と平日、と休日の朝夕に運行される、全便は、ほどヶ谷駅東口発着となる。横浜駅西口発の便のみ、横浜駅西口くすの基調管で、北幸一丁目停留所に停車する。 53系統を名乗る路線は東系統が2代目であり、初代は、港南営業所の戸塚駅東口から上、長屋駅吉原上大岡駅前線で使用されていた。横浜駅西口から主に第二京品と、津島街道を走行し、津島駅まで運行する長距離路線である。1991年1月21日以降は、江北営業所に代わって、 東営業所が担当している。東急東横線と並行しつつも駅から離れていて徒歩でのアクセスが困難な地域における交通手段、広北区役所への交通手段として1時間に1から2本程度運行される。平成24年11月1日より横浜駅西口発の最終便は豆戸交差点きとして運行されている。また、同日より 津奈島駅の乗り場が、東急バス費81、日92、日93系統と同じ5番乗り場から、13、系統や臨港バス側51系統と同じ6番乗り場に移動している。八反橋発着便は緑営業所と共感。36系統のうち、浅間町担当が多かった八反橋便と、関大寺入口便が、系統分離され、82系統になった。 両系統を合わせて1時間に1から3本程度の運行である。朝夕を中心に東神奈川駅西口発着の区間便が運行される。過去に設定されていた緑車庫発着便は緑、営業所へ移管の後、触れ合いバスとして運行を開始。その後改変を経ながら、現在は東神奈川駅発着となり、三津沢地区を経由して運行されている。 83系統は、横浜駅西口と、朝日ガラスを結ぶ路線で、朝日ガラスへの通勤輸送のメイン路線である。和田町、梅の木経由は、平日一往復のみで、ほとんどの便は、三沢総合グランド入り口、羽沢団地経由で運行される。運行本数は1時間に1から2本。かつては両ルートをつなげた、循環線であったものの、 国道16号線の渋滞が激しい上に他のバス路線と重複することなどもあり、現在は全便朝日ガラス折り返しとなっている。横浜駅西口と市民病院を結ぶ循環線である。現在は市民病院到着後に松本経由で横浜駅西口へ戻る循環ルートで運行されている。2020年5月2日のダイヤ改正までは、 松本経由で戻る便の他に、市民病院までと同様のルートで、横浜駅に口へ戻る、循環線の二つのパターンがあった。松本を経由する、循環線は平日夜を除くすべての、運行時間帯に設定されているが、三沢総合グランド入り口方面へ戻る、循環線は、日中と平日夜のみ設定されていた。東神奈川駅。 ソリーマチ駅から市民病院へのアクセス路線である。2020年5月2日の市民病院移転に伴うダイヤ改正で新設された。市民病院付近は、往路と路で経路が異なり、往路は87系統と同経路を走行するが、路は三沢公園自由広場経由で運行されている。なお、同ルートには2007年まで114系統が運行されていた。 このため、東京島は114系統が事実上復活した形となった。2021年4月1日のダイヤ改正でほぼすべての便が六角橋を経由し、関大寺入り口まで延伸した。なお、88系統の系統番号は、過去に広北にタウに営業所の路線として使用されており、東京島は2代目となる。横浜駅。 桜木町駅と一本松小学校を野毛地区、野毛山動物園を経由し結ぶ路線。かつては、ほどがや営業所所管の路線で、全便が確定便として運行されていたが、2015年10月1日より、横浜駅前発着便が急降下された。2016年4月1日より、浅間町営業所が担当し、2016年10月1日より、ぶらり、 野毛山動物園バスとして運行が開始され、現在の運行形態に変化した。ブラリバス化に従い、一部便を除いて、動物をモチーフにしたラピングが施された特別車で運行されている。2020年7月23日のダイヤ改正で、横浜駅前発着の便が、ピアリーナ m、MM、m 経由で確定化され、横浜駅の乗り場が一番乗り場に変更された。 2020年のダイヤ改正までは平日ダイヤと土休日ダイヤとで運行形態が大きく異なっていた。平日ダイヤの場合、日中は横浜駅前発着の急行便として運行されていたが、朝夕については桜木町駅前発着の確定便として運行されていた。一方、土休日ダイヤでは全便が横浜駅前発着の急行便として運行され、 経由地に港未来4丁目が追加されるため、桜木町駅前横浜駅前間の運行経路が平日と大きく異なっていた。なお、89系統の系統番号は過去に市が尾駅川高校前ゆずの北西が尾駅循環線で使用されており、東系統は2代目となる。生麦本木1丁目間を運行していた横浜市電に系統を継承した路線。 現在は本木営業所との共感路線。現在は横浜駅前と本木車庫地下鉄管内駅、港町、元町を経由し運行する路線となっている。終日利用者やバスの本数が多く本木地区を代表する路線といえる。一部便は8系統や26系統などと同じく本木市民公園経由で運行されている。かつては 市長全行などの区間便やマカド経由便などが設定されていたが、現在は横浜駅前本目車庫間のみに整理されている。平日夜と土曜夜には深夜バスが、平日朝には休行便が設定されているが、いずれも本目営業所が担当している。保土ヶ谷駅東口発着を除いて、すべて本目営業所と共同運行。詳しくは、本目営業所、 106系統を参照。横浜市営トロリーバスを引き継いだ路線で、同101系統を継承した路線が201系統、同102系統を継承した路線が202系統となっている。201系統は全便が横浜駅西口を発着とする松本先周りの循環便で運行されており、平日は横浜国立大学校内を経由して運行される。 独自区間の多くで、相鉄バスの浜5系統と重なるため、平日と休日ともに日中に、毎時1本程度運行されるのみとなっている。202系統は201系統とは、対照的に終日運行されており、日中でも、毎時3本程度運行されている。ほぼべての便が、横浜駅西口を発着する和田町先回りの循環便となっているが、早朝2便のみ、 浅間長庁舎湖前始発の区間便となっている。204系統は、浅間長庁舎湖前を発着する短距離の出入コロ線。かつては、浅間長庁舎湖前横浜駅西口の出庫便が201系統として、横浜駅西口浅間長庁舎湖前の入庫便が202系統として運行されており、同一経路にもかかわらず往復で、系統番号が異なる形態となっていた。しかし、 2017年7月24日のダイヤ改正で出入小便の系統番号を204系統に変更した。これにより往復ともに同一の系統番号を使用している。なお、横浜市営バスにおいて204系統を称した路線は過去にも存在しており、本路線は2代目である。初代は上大岡駅から上長屋駅東戸塚駅の路線で、 神奈川中央交通との共同運行を行った時期もあった。天皇町和田町エリアから市民病院へのアクセス路線である。平日のみ運行されている。2020年5月2日の市民病院移転に伴うダイヤ改正で新設された。全区間、一部廃止になった38.81、系統の横浜駅西口から加工地間と38.96、 系統の加工地六角京北町38系統内路大口駅前を代替。横浜市の一般会計から補助金を受けて2年間の暫定運行を行った後、現在は一般路線として運行を行っている滝頭営業所と共管。2007年に廃止となった47系統と57系統を代替する形で設定された系統。 2007年の系統新設段階では、292系統は、浅間庁舎小前ビッグコブ本町桜木町駅間で運行されており、桜木町駅パシフィコ横浜間は57系統として運行を継続していた。以後2年間、この運行形態で、横浜市一般会計より補助金を受けながら、暫定運行されていたが、2009年4月1日より、 一般路線として運行を開始。同日、57系統の残存区間も292系統に統合され、57系統は廃止、292系統が現在の運行形態に変化した。横浜駅西口と横浜国立大学を結ぶ路線。平日のみ運行され、201系統の一部と202系統の一部をつなげたような運行経路を取る。 横浜駅西口発便については201系統と同様のルートで横浜駅西口、横浜国立大学正門前まで急行運転を行う。一部便は国体制止まりとなる。横浜国立大学から循環して横浜駅西口へ戻る便と国体制発便については時和大住宅を経由し確定便として 横浜新道横浜駅西口間を200に、系統と同じ経路をたどって、横浜駅西口へと向かう。雨の日臨時便。前日の降水確率が70%以上で、当日の実際の天候に関係なく運行する。70%未満の場合は、当日の実際の天候が雨天でも運行されず、年末年始及び夏休み期間は、 前日の降水確率が70%以上の場合でも運行されない。雨の日臨時便のみ、行き先表示に表示される、系統番号の囲み部分の形が四角形ではなく、傘型となっている。332系統は342系統の出庫便で、204系統の出庫便と同じ経路を運行。342系統は329。 系統の雨の日臨時便で329系統、循環便と同様の経路を運行する。332系統、342系統ともに書類上の系統番号となっており、行き先表示部に出される系統番号は332系統は204、342系統は329となっている。路線廃止後に名称変更が実施された。 停留所については、旧称とする。通称、山手駅循環と呼ばれていた。唯一の山手駅に乗り入れた路線であった。さらに遡ると、山手駅から、先の豆口大地区まで乗り入れていた時代もあった。山手駅方面へ向かうバスの方向幕は、山手駅と表示されていたが、実際には山手駅を越えて乗車することができた。大型車で、運行、時折、 ノンステップバスでの運用もあった。2005年2月28日に本木営業所へ移管。系統自体は存続しているが、2017年3月25日のダイヤ改正で本木車庫発着便の内本木市民公園を経由する便は廃止となった。かつては大口駅循環と呼ばれ、横浜駅西口から東白学大口駅。 浦島小学校前を経由し、横浜駅西口へ戻る循環路線で運行されて、いたが、白旗地区の住民の要望により、2007年8月20日から、一方循環運転の形態から、大口駅折り返しに変更し、白旗東町、白旗中町に、横浜駅、西口方面のみ、白旗東町商店街停留所が新設された。 共愛区間を通る箇所があるため小型車で運行されていた。2016年4月1日に、小戸ヶ谷営業所へ移管。2013年柿ダイヤで試行運行された系統。松本横浜駅西口間を急行運転とし、泉町経由で運行された。1996年3月のダイヤ改正により、浅間庁舎湖と新横浜駅、中山駅関連の路線が廃止され、 横浜駅西口から、緑車ことその区間便からなる形に変更された。かつては、歩どがや担当だったが、経路変更の上浅間町へ移管した。利用客が少ないことを理由に、2006年8月31日に、神奈川県生活交通対策地域協議会へ、退出意向が示された。その後、2006年末に再編計画がまとめられ、2007年4月1日に、 廃止、292系統に、統合、2年間の暫定運行が行われていた。残された桜木町駅パシフィコ横浜は57系統として引き続き運行していたが、こちらも2009年4月1日に292系統と統合、廃止された。桜木町駅パシフィコ横浜では156系統や100円バスと、 ルートが重複しており、156系統のパシフィコ、横浜側の区間便のような位置づけになっていたが、こちらは土曜、休日も運行が行われていた。50系統と36系統を足して、半分にしたような路線で、単独区間は、栗田や神奈川大学入り口のみだった。かつては、内回りと外回りが存在したが、晩年は、外回りのみとなっていた。 単独区間においては双方向のバス停を一つにて省略するなど典型的な赤字路線であり2006年3月27日に廃止された。滝頭営業所が単独で担当しているが以前は共同運行を実施しており浅間庁舎湖発着便が設定されていたこともある。正式に担当から外れた後も滝頭の応援で営業することがあった。 1964年11月に新設。新横浜駅への初の乗り入れ路線であった。横浜駅豆戸交差点までは59系統と、豆戸交差点新横浜駅前間は41系統と同経路で運行されていた。59系統と同様に1991年1月21日に江北から移管された。1996年2月に廃止された。 現在、若葉台が担当する80系統は、73系統を分割した際に、系統番号を再利用したものである。現在は82系統から277系統に、番号を変更して、運行指導営業所から緑営業所に移管した。2020年5月2日の市民病院移転に、伴うダイヤ改正で、松本経由の便に統合された。 2007年4月1日のダイヤ改正で廃止された。現在、ほどがや車庫側は、ほどがやで担当しているが、以前は、浅間町も担当していた。そのため、浅間町社交り返支便が、本目、浅間町ともに設定されていた。現在は滝頭営業所が単独で担当している。127系統の代替として設定された系統。 2015年4月1日に廃止。神奈川区役所へのアクセス路線で、本数は1時間に1本。東神奈川方面は2000年まで第三景品入り口を経由したが、その後は三沢西町まで87系統と同経路で運行していた。2006年8月31日に、神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ、退出申し入れが行われ、 2007年4月1日に廃止された。当初は土曜の運行もあったが、廃止末期は平日のみ運行となった。2020年5月2日の市民病院移転に伴うダイヤ改正で、市民病院東神奈川駅西口間が88、系統として事実上復活した形となった。2007年4月1日に廃止、105系統のマカド系郵便が復活した。 横浜駅西口への出庫便。2017年7月24日のダイヤ改正で204、系統へ、系統番号が変更となった。横浜駅西口からの入庫便。2017年7月24日のダイヤ改正で204、系統へ、系統番号が変更となった。2010年10月4日に、平日朝の1便が、 市民病院横浜駅西口間にて、急行運転を行う325系統が新設された。2013年3月15日に廃止、大体として87系統を増便する形となった。日のブルーリボンシティハイブリッド横浜シェイバスでは、2003年度までは各営業所ごとに導入車両メーカーの指定があり、浅間町営業所、ほどがや営業所、港南営業所では、 日野自動車を指定メーカーとしていた。いずれの営業所も、日野車は、日野車体工業製の純正車体でで導入していた。ただし申請配置後に、他の営業所へ転出した車両もある。大型路線車は、横浜市営バスでは、主流のホイールベース4.8メートルの短尺車を採用。日野、RE を多く導入したが、標準弱の RE120 も3台導入した。 スケルトンボディにモデルチェンジして、日のブルーリボンが発売されると、浅間町営業所でも大量導入され、機械式 AT 社、エアサス社も配置された。1991年から1993年にかけては、ハイブリッドバスのブルーリボン HIMR も導入された。2004年度から入札制度が導入され、営業所ごとのメーカー指定はなくなった。その後は、 一般路線用の大型車は、日野自動車の保海鈴自動車製の車両が配置され、過去には、日産ディーゼル製の車両も配置されていた。現在、一般路線用と貸切登録のイスズ製大型車、日野製大型車が配置されている。小型車、中型車の在籍はない。現在配置されているすべての車両が、ノンステップバスとなっている。CNG 車、 ハイブリッド車も配置されている。ありがとうございます。